皆さんこんにちは、エルダーセラピストの大石です。今日はオイルを使って簡単に心と体が軽くなるセルフケアをご紹介します。簡単なケアなので家事や仕事の合間にぜひ実践してみてください。呼吸を意識しながら一緒に行っていきましょう。では手のひらにオイルを取っていきます。ゆっくりと手の上でオイルを温めていきましょう。オイルは温めるほど浸透が良くなります。次に深呼吸をしていきます。手を揃え顔の前に3回大きく深呼吸をします。鼻から吸って口から吐いて、鼻から吸って口から吐いて、ラスト1回です。鼻から吸って口から吐いて。深呼吸の時は肺が広がるのを意識していきましょう。次に手のひらをデコルテ、肩、耳の後ろ、こめかみに優しく手を当てていきます。こめかみに手を当てたままゆっくりとこめかみから円を描いていきましょう。自然な呼吸でゆっくりと深呼吸をしながらこめかみの緊張を解いていきましょう。鼻から吸って口から吐いて、次に耳の後ろです。こちらも小さな円をゆっくりと描きながら耳の後ろの筋肉の緊張を解いていきます。鼻から吸って口から吐いて、そのまま次に肩、同じように円を描いていきます。鼻から吸って口から吐いて、緊張を取るように呼吸をしていきます。次にデコルテです。内側から外側に円を描きながらデコルテの筋肉の緊張を解いていきましょう。自然な呼吸で行います。鼻から吸って口から吐いて、最後に手を胸骨の前で手を重ねます。呼吸を鼻から吸って顎を上げていきます。自然な呼吸で3秒キープ。呼吸に使う筋肉を伸ばしていきます。吐きながら顔を戻していきます。顔の前に手を添えて最後に3回深呼吸をしていきましょう。鼻から吸います。口から吐いて、鼻から吸って口から吐いて、鼻から吸います。最後息を吐き切りましょう。これで終了です。皆様いかがでしたでしょうか。軽いタッチの簡単なリラックス方法です。頭がいっぱいになった時などにぜひ取り入れてみてください。